皆さんこんにちは、ちばりゃんでございます。今日はですね、音楽におけるコンプレッサーって何というところなんですけどもね、早速、分かりやすく解説していきたいと思います。まずですね、コンプレッサーっていうものはですね、簡単に言いますよ。大きい音はファックユーで、小さい音はそのまんまっていう意味ですね。これはですね、ことわざに置き換えてね、言うとすごく分かりやすいと思うんですけども、出る杭は打たれるっていう言葉あるでしょ。出る杭は打たれるね。つまりですね、出る杭は打たれるっていうことを DTM 上でやるってことですよ。いきますよ。じゃあ、これね、ハイチュウ、ハイチュウ。見て。ハイチュウがとっても分かりやすい例えですよ。いきますよ。はい、ハイチュウがあります。じゃあ、これにコンプレッションしてみましょうか。いきますよ。ハイチュウを、コンプレス。はい、これで、ハイチュウが圧縮されましたね。そして、ハイチュウが太くなりました。ということで、音が太くなるというのは、こういう圧縮、コンプレッションがね、きちんと効いてるということですね。で、スレッショルドっていうね、ボタンが、皆さんね、DTM やってる時にあると思うんですけど、その、出る杭が打たれるを思い出してください。出る杭が打たれるが、どっからが、このね、のびのびのしてるハイチュウの、どこからが出る杭なの？あ、ここが出る杭なら、打たれる！これがコンプレッサーにおけるスレッショルドです。はい、皆さん今日もわかりましたね。ありがとうございました！